はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。生命機です。今日もね、宅飲みの準備が整いましたので、早速宅飲みやっていきたいと思います。で、今回はね、まあお寿司買ってきました。もうネタ切れでね、お昼、今ね、お昼、昼飲みです。で、お昼にお寿司買ってきて、で、ちょっとまたネタ切れなんで、クロノトリガーのこの間の続きやりながら、またゲーム宅飲み、昼飲みっていう感じでね、やっていきたいと思います。では、飲み物、そっか、まあいいか、先にこれか。今日はね、朝日さんのスタイルフリーパーフェクトっていうのを買ってきました。これも、発泡酒で、プリン体が入ってない発泡酒ね。こちらで今日はスタートしたいと思います。やっぱちょっと氷欲しいな。氷を入れて、よいしょ。おー、やばいやばいやばい。泡だらけだ。今日のシワシワはこんな感じですね。こんな感じで。では今日もね、皆さん一日お疲れ様でした。ではお先に失礼していただきたいと思います。じゃあシワシワで乾杯、いただきます。そんなに苦くはない感じかな、こっちは。朝日さんのスタイルバランスとか、なんかその辺のやっぱ系統の味ですね。うん。よいしょ。ではお寿司先にちょっと食べてからね。お寿司はこちら、すき、彩り握り。前もなんか食べた気するんですけども、あまりいいのがなくて、これにしました。ネタがちっちゃくてね、なんか他のお寿司、いろいろサーモン尽くしみたいなのとかもあったんですけども、ネタがちっちゃくてちっちゃくて、ちょっとね、どうかなと思ったんで、これにしました。こうね。こんなやつですね。卵、イクラ、これなんだろう、タイかな、わかんないけど、なんか白身の魚。で、アジでしょうね。で、マグロ、イカ、サーモン、タコ、アナゴ。こんな感じですね。なんか書いてあるかな？カレーだ。カレーですね。この白い魚、カレーですね。カレー食べてみようか。多分、やっぱり。この白いのカレーみたいですね。よいしょ。やばいやばいやばい。イクラの海苔がくっついてる。カレーね、カレーだ。よっ。やばい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 。では、カレーの握りからいただきます。シャキシャキしてる。縁側とかはね、お寿司あったりしますけど、カレーの握りってなかなかスーパーのお寿司で入ってるの珍しいのかな。どうでしょう。じゃあ日本酒はね、桃川さん買ってきました。青森県奥入瀬町のね、青森県上北郡奥入瀬町の桃川株式会社さん。うわー、ピントがなんかこの旅館のちっちゃい冷蔵庫に入ってそうなやつね。安かったんでね、買ってみました。ではいただきます。
あ、結構甘め。うん、甘くて日本酒の香りが結構ふわっとして美味しい。じゃあ早速スタートしてみましょうか。で、一応電池は交換しました。このボタン電池、ソニーのボタン電池使ってましたね。で、この間のやったところまでプレイしてセーブしてます。では早速ね、どうすればいいんだか準備中、遊んでから来なって言われても、メガネっ子も全然どこにいるかわかんないし、この人は型、この刀鍛冶ボッシュの作った剣でも買っていかんか。買いたいけどお金ないでしょ。あ、400ある。買う。あー、これで使っちゃったらちょっともう、わしゃ東の大陸に住んどる。何かの時は立ち寄るがよい。ところで、後ろの女子のペンダント、売ってくれるように話をつけてくれんかね。これは売れないでしょう。ルッカの発明がもう完成したよ。広場はずっと奥へ行ったところだよ。この子？ね、リーネ広場。リーネの鐘の音を聞けば幸せになれるって言い伝えがありまっちゅう。幸せ、洗面器とこうしているの。ルッカの発明をもう完成したよ。広場はずっと奥に行ったところだよ。道が開いた。あー、これは前にも聞いた。待って、キャンディー買っていくわ。うん、キャンディー、ちょっと待って、急がないでよ。うん、おばさん、これちょうだい。あいよ。お待たせ。さあさあ、お時間と勇気のある方はお立ち会い。これこそ世紀の大発明、超次元物質転送マシン1号だ。早い話がこっちに乗っかると、こっちに転送されるって夢のような装置だ。こいつを発明したのが頭脳明晰、彩色顕微のこの俺の一人娘、ルッカだ。お、兄ちゃんやるの？かいと思ったら、なんだ、製麺機か。製麺機、待ってたわよ。誰もこのテレポットの転送に挑戦しないんだもの。こうなったらあんたやってくれない？面白そう、やってみなよ。私見ててあげる。嫌な予感しかしないんだけど、大丈夫なん？左のポットに乗ればいいのよ。スイッチオン。エネルギー充填開始。お、あ、成功した。お、グレート。じゃ、この辺でもうちょっとまたつまみ食べようかな。あ、これ食べるか。トマトとキュウリ切ってきました。キューピーライト、80% カロリーカット、キューピーライト。
これ大さじ1杯で、15グラムあたりね、大さじ大体1杯で20キロカロリーですね。で、普通のマヨネーズは大さじ1杯で、100キロカロリー、15グラムあたり100キロカロリーあるんで、これ使ってますね。猫にライトってちゃんと書いてあるけど、見えないか、ピンボケで。ちょっとね、いつもドレッシングばっかなんで、たまにはいいでしょう。あ、取れちゃった。まあいいや、いただきます。今日のトマトは3個で258円でしたね。268円だったかな。258円か268円か、そのぐらいですね。税抜きで。あ、モロキュー買ってくればよかったな。マヨネーズでも美味しいですけど。焼酎入れよ。中身痛いごろ入ってます。じゃあちょっと続きまたね、チラッと。どう？驚いた？なんだったらもう一度やる？本当にうまくいった。珍しいこともてんてんてん。古本、いやいや、ルカの発明だから当然すごいだろう。ルカの発明もたまには成功するのね。転送ってなんだ？本当じゃ。面白そうね。私もやる。え？ちょっと生命期、あんたいつの間にこんな可愛い子口説いたのよ。ねえ、いいでしょう、生命機。ここで待ってて、どこにも行っちゃやだよ。さあさあ、挑戦するのはなんとこんなに可愛らしい娘さんだ。さあさあ、どうぞ、こちらへ。えへへ、じゃあ、ちょっと行ってくるね。大丈夫かい？やめるんだったら今のうちだぜ。へっちゃらだよ。全然怖くなんかないもん。それでは皆さん、この可愛い子さんが見事消えましたら拍手喝采。スイッチオン。エネルギー充填開始。何これ、ペンダントが。え、おい、ルッカ、出てこねえぞ。はい、ご覧の通り、影も形もありません。これにておしまい。おい、ルッカ、一体どうなってんだ？あの子はどうしちまったんだ？あの子の消え方、テレポートの転送の消え方じゃない。あの空間の歪み方、ペンダントが反応していたようにも、もっと別の何かが。どうしたらいいんだい？助けることは。あの子は、そういえばあの子、どこかで見たことあるような。ペンダント一応拾っといて。
製麺機を後を追うのか、製麺機、さすがは男だぜ。そうね、あの空間の先に何があるのかわからないけど、それ以外に方法はなさそうね。でも都合よくまた穴が現れるとは限らないぜ。やってみる価値はあるわ。きっとペンダントが木になっているのよ。製麺機しっかりそれを握ってて、きっと同じことが起こるはずよ。スイッチオン。エネルギー充填開始。もっと出力を上げて。アイサ。もっともっと。アイサ。リンゴ、うまくいきそうよ。私も原因を究明したら後を追うわ。頼んだわよ、セメンキ。どこだこれ。ん？お、なんだ。あ、ヒットポイントが回復してない。そうか。あれの戦闘の時に戦った傷が回復してないんだ。うん、じゃあちょっとまたおつまみなんか食べようかな。じゃあ次これいくか。こちらなんだっけ、あの野菜天ぷら、さつま揚げみたいなやつに野菜が入ってるやつね。人参が入ってるのかな、人参と玉ねぎが入ってるのかな。うん、ちょっと魚焼きグリルでね、また焼いてきたんで。よいしょ。じゃあ今度はこれは生姜醤油ね、生姜醤油で。こんな感じですね。ちょっと生姜を混ぜちゃった方がいいかな、生姜。まあいいか。生姜がちょっと乗せて、食べるか。でね、いただきまーす。よいしょ。よいしょ、いただきまーす。うん。うん。これにはやっぱ生姜が、合うかな。うん。うん。ちょっと続き気になるけど。ライフがないんだよな。持ち物なんかあんのかな？アイテム。ペンダントしか持ってない。ヒットポイント7しかないけど、技も、回転斬りっていうのがある。あ、これは関係ないか。ライフ回復できないと死んじゃうな。どうしよう。もう行くしかないか。あ、こっち行けんの？あ、なんか飛んでった。お、なんだ？これは勝てないな。
お、なんとかいけた。ライフが回復しない。あ、なんかある。あ、ポーション見つけた。ヒットポイント回復50。よし。あ、ここもなんかあるな。パワー手袋。パワー手袋、装備品かな。あ、パワー手袋、力プラスに鉢巻き。あー。あー、こっちの方がやっぱ強いのかな。なんか遊んでる。あ、まあいいか。あれ、うん、ちょっとまたお寿司食べるかな。じゃあマグロ食べようかな。あ、またちょっとあれだね、わさびつけないと。よいしょ、マグロ。動画の尺結構いってるかな。先気になるけど動画の尺がな。じゃあマグロいただきます。うん、桃皮。うわ、わさびが。昔の町なのかな、これ。もうちょっとだけやってみる？宿屋、グッズマーケット、民家。あー、やっぱ地形とかも若干違ってるね。宿屋かな、まずは。ここはどこだと、バカ者。我がガルディア王国を知らぬわけではあるまい。我が国は今平和を取り戻すため、魔王軍と日夜戦っているのだ。このくらいは知っておるであろう。はいにしといた方がいいのかな。ならばここはどこだなど寝ぼけたこというのをやめるのだな。建国のお祭り？何言ってんだ？今それどころじゃねえだろう。いや、もう嬉しくってずっといなくなっていたリーネ王妃が裏山で見つかったんですよ。今頃はお城に戻られてほっとしている頃だろうな。いやはや、一時はどうなることかと。リーネ王妃がいなくなって王様は何も手につかなくなるし、魔王の仕業じゃないかって兵士たちに国中を探させていたんですよ。しかし見つかってよかった。ゼナンにかかる橋は魔王軍に破壊されて、魔王軍に壊されてしまったよ。当分南の大陸へは渡れないってことだな。マスターと話できんのかな。なんか五右衛門みたいな感じだけど。あ、この人、さっき来た人。トマ、
あんたもよそ者かい。俺は探検家の泊まってんだ。一杯おごってくれるんならいいネタをやるぜ。まあ、おごるか。いくらだろう。親父、酒。こいつはすまねえな。さて、リーネ様がいなくなったって話だが、俺は西の方にできたというあの修道院が怪しいと思っているんだ。で、リーネ王妃はとっくに裏山の方で見つかったって、ふうにそうだったのか。10ゴールド。ちょっとまあ今はいいや。勘違いされてんのかな。こっちに来たは来たんだろうけど、なんか王妃と間違えられてるっていうことなのかな。じゃあこれ食べてみようかな。あー、ちょっともう動画の尺がもうないや。ちょっと動画の尺がこれ以上いくとちょっと長すぎちゃうんで、今日はこの辺でね、先続き気になりますけども、もしね、先見たいっていう方がいれば先続きやっていこうかなとも思いますけどもね。では今日のね、宅飲み動画の方は一旦ね、ここで締めて、あとは他の方の動画かなんか見ながらね、お寿司つまんでゆっくりやっていきたいと思います。本当はゲームの続きやりたいんですけどもね、動画でやった方がいいのかな、それともあまりゲーム興味ないよっていう方ね、いらっしゃると思うんで。では今日のところはね、この辺で締めさせていただいて、ダイジェストかなんかにしてやった方がいいのかな。ちょっとこの先気になるんで、やりたいとこのは山々なんですけどもね、ダイジェストかなんかにして短くして動画に編集した方がいいのかな。まあわかんないけど、とりあえず今日のところはね、この辺で締めさせていただきたいと思います。では今回はね、この辺で締めさせていただきたいと思います。今日もね、最後までご視聴していただきありがとうございました。